はい、せーの、ペロリ。さて、こんな素敵なクラッカーバーンやっていただいた後はですね、もっとでかいですよね。ミキティが、あ、ミキティモテキミキさんがすごいアカデミックな話をしてくれます、うん、超アカデミックな話、はい、超アカデミックな話を私がいじるっていう企画です。はい、ありがとうございます。イエイ、ごめん、それは取りたいな。なんかほらアカデミックでしょ。いい感じ、いい感じ、いい感じ出てきてる、いい感じ来てます。名前はモテキミキさん、モテキミキさんなんですけど、ハトリキさん、ハトリキさん、ハトリキさんなんですけど、ここセンター長谷川さん、長谷川さんっていう、はい、同じジャムステップのお友達の方です。はい、皆さん、お座り、お座りください。はい、これ録画始まってんの、これ。録画ね。うん、こっちなってする。あ、はい。オッケー。オッケー。さあさあさあ、よし、下がろうさ。やろう。よし。は。勉強しよう、みんな。ここからだよ。そう、今まではゆるゆるだったけど、ここ勉強だよ、みんな。はい、題しまして、はい、題しましてですね、あ、ちょっとごめんなさい、私的な、祝つむぎっち誕生記念スペシャル。イエーイ、イエーイ、イエーイ。つむぎっち誕生記念スペシャル記念公演です。はい、よろしくお願いします。はい、あのね、サイエンスミキチャンネルって言って、昔ちょっと基盤インターナショナルさんのスタジオで、ミキさんの研究をいじる。私がいじるっていうのをやったんです。適当にいじるっていうのをやったんですけど、案外好評で。あ、そうなの。はい、なので今日は記念ですから、やってまた講演していただこうと思いまして、はい、フィリピン海コールドサージの研究、はい、そもそもコールドサージコールドサージってなんや。日本語に訳してもらいたいですね。なるほどなるほど。冷たい溜まり、冷たい熱溜まり、寒波ね、寒波。結構すぐ出てきた。はい、寒波です。前ね、私がサイエンスミキチャンネルで衝撃受けたのは、普通天気勉強してる時ってこうね、シベリアからわーって寒気が吹き出して、で日本付近の天気ばっかり見てるじゃん。だけどあの風どこ行ったみたいな。なるほど。あの風の行き先のことを教えてくれたんです。なるほどね。え、その先みたいな。そういや、その先消えるわけなくて、でその先どこ行ってるかって言ったら、え、赤道越えた。赤道越えたみたいな話を聞いたんです。なるほど。そうなんです。それで衝撃受けまして、今日はその先ってことですね。今日はまた別です。だけど、まあ、その日本を越えてどこに行くかっていうので、はい、ほらみんな好きなやつだよ。あ、みんな好きなやつだよ。ほらほら好きだろ。見るからに成功統計ですね。見るからに、まあ、これは10日の今週だね。今週の、もうすごい最近なんですね。寒波出てます、出てますって感じですよね。ここベランうわーって、うん、出てる。では、ね、爆弾低気圧で話題になってましたし、はい、
雪降ってました、はい、その時にもやっぱりこっちですこっちだよ、こっちです。注目するよ、こっちだよ。なるほど。いつもと違うとこ見てください。今この状態の時はここですね。東シナ海がすごく空気が入ってて、で、あの南シナ海やフィリピン海もにもあの行こうかというところ。あ、これから行こうかな、はい、感じの、はい、そちらですね、うん。それを風の図が欲しかったんですけど、はい、ここでちょっと分かりにくいんですけど、風速が色で書かれていて、風向がこの線なんですけど、うんうんうん、矢印がないんですが、あのもちろん北が東の位置になってるっていうんで、9日、10日、11日っていう図で、ここで9日強まり、それがこう南シナ海の方とかフィリピン海でも風が強まっていくっていう、こういう時間変化です。日本の寒気は多分この辺ですかね。この時にすごくいい感じかな。で、もうこれ、あ、吹き出してきましたよ。来たよ。で、こっちまで来ましたよ。はい。だからちょっと日を置いてフィリピン海っていうのは今この辺を見てるんですけど、はい、ここはちょっと遅めに日本よりもその後で強まるよっていうのが、まあ、分かると思うんですけど、うん、そんな年代の研究をしているのです。研究をしている。はい。はい、そうですね。で、これだ、でもさっき言ったの長谷川さんの研究なんですよ。長谷川さん誰か聞いた。私がフィリあのコールドサージ、コールドサージって言ってたらですね、長谷川さんはもともと海の研究をしてるんですけど、フィリピン海の、まあ、海面とか海の中の研究をしてる人なんですけど、そこで観測とか研究をやってると、やっぱり大気とも関係があるので、はい、こうフィリピン海にもコールドサージ来るんですか聞いてくれて、で話してて、冷える海がその時どういう風に変化するのかな、関係あるのかなっていうのを長谷川さんが興味を持って調べてくださった結果をこれ話した。そうですそうです。で前回から私本当にお伝えしたいけど1ミリも研究進んでないので、3級で3級によりなので、ここからは長谷川さんの、はい、長谷川さんがなんか今日もしかしたら来てくれたかもしれないんですけどね、はい、間に合わず間に合わず、はい、で南シナ海の研究とか過去の研究は南シナ海でもフィリピン海でも一応サージが来ますよっていうのは言われていたんですけど、まあ詳しく調べられて今特にフィリピン海、これは南シナ海の方は研究例が多い、はい、そうですね。こっちはまだあの台湾とか人が住んでるところの気象局が研究をしてるんですけど、こっちか、そうですね、こっちは例が、はい、研究がないんですね、ほとんどね、はい、なのでこういう意味だからいいかって示されてはいるけど、はい、よく分かってないっていうのがあるので、それもまあ、うん、長谷川さんが言われてください、はい、そう。長谷川さんはもともとは何、海の海のエルニーニョとかをやってた。そうですね、エルニーニョとかもっとその北側、赤十字の北側の現象とかにも来ました。で、だからフィリピン海とか西太平洋の専門の方なんです、はい、で、その分からないところ、はい、不明点、うん、これ一番どの緯度帯までコールド、冷たいのかこれ、そうだ、これは分かんないんですけど、コールドはどの程度がコールド、どの程度がコールドか、これはね、研究、この研究でだから普段よりもこう下がったっていうような、その風が、北風が来た時に、なるほど、なるほど、はい、ここ数日よりもなんか下がったなっていうような感じですね。何度っていうわけではなくて、天気から何度か、なんか1度下がる、2度下がるってことですね。で、コールドなんです。はい、SST への影響はあるのか、はい、その数日で吹いて、うん、まあ、1週間よりはぐらいの半スケールなん で海に影響するのかどうかっていうのはしないかもしれないなっていうふうにも考えられてますけど、はい、実際どうかな。 SST って海面水温、あ、海面水温です、はい、そうなんですね。あと南シナ海のコールドサージとも関連してる、さっきの縦に、はい、縦にこっちに来た、フィリピンの東に、はい、はい、
あ、西側に来たものと、はい、東側に。フィリピンから。関係。関係。時間的な違いとかそういうことですかね。強さとか連動してる。なるほど、ね。あとはフィリピン東部沿岸駅で陸ですね。フィリピンの、はい、海岸、そう、東海岸あたりを冷やすのか、はい、っていうようなことですね。それは気温が、これも気温が低くなる、ね、気温がなるのかな。あのフィリピンは気候的には冬に、フィリピン東岸は冬に雨が多いんですよ、はいはい、なのでそれが高度サージによって降ってるのかとか、そういうことも気にしている。そこまでまだあの関係を示せてはないですけど、そういう関係があるのかなっていうことをテーマにしてるのは、うん、あ、ごめんなさい、はい、これ青、あ、そうそう、ここだけがね、結局調べてるところで、はい、ここはまだ興味もあるんだけども、まだ取り組めてないところで、ヒントなどの経年的な変調、経年変化って、長谷川さんのエルニーニョとかそういう時間スケールの年々変動に興味がある方なので、そのコールドサージが今年来年ってなんかこう違った挙動をすると、海 の、 その年々変動にも関係していることが考えられるっていうことで、そのどのくらい毎年コールドサージが強かったり弱かったり多かったり少なかったりっていうのがあるのかなっていうことも気にしています。まだ足りないぐらいの感じ。そうですね。データですね、これは研究に使うデータ、はい、はい、これいいですか、ね、はい、はい、フレッシュ棒もいいですね。難しいところは結果だけ追いかけて、そうそうそう、はい、でまず一つ、どの緯度帯までコールドなのか、はい、これですね、これが線形回帰マップっていうので、はい、何を示しているかというと、さっきフィリピン海コールドサージっていうのを、決める、まず基準点っていうのを、はい、この140度、100度、20度のこの辺の、はい、海面気圧の偏差が、気圧が下がったら、あ、上がったら、コールドサージが来てるっていうふうに、その、この研究ですね、コンコイクは、この1999年の論文でそこを基準にしてたので、それに従って、でその時の気圧の変化に対して、周りの気圧場がどんなふうに変化しているかっていうことと、あとは、色で示しているのが地表の気温の偏差と、あと海上風、地上の風、表面の風ですね、地表面、すごく下層の風がどんなふうに、変化しているかっていうのを示したと思います。はい、それが青いところは、気温が下が偏差なので、そうですね、普段より普段より下がってたぜってところ、はい、そうですね、これだと、じゃ下がったぜっていうところまでは届いてる、うん、そうですね、そのコールドサージに来てるぜ、来てるぜ、そうですね、これはだからその結構な長期間の平均でもこのぐらい下がってるっていうことなので、一個一個の事例を見たらもっと激しく下がる、たくさん下がるようなこともあるっていうですね。だから20度北緯、20度ぐらいまでは青い、もうちょっと下まで青いですけど、このぐらいまでは冷えてる、コールドも続いてるよっていう、日本を越えても冷たい偏差が来てるってことが言えるねっていう感じです、はい、で、SST、海面水温の影響はどうなのか、これも、これはさっきのさっきは気温とか風を出してたんですけど、これは海面水温がどんな風に、この気圧が変化した時、20度だから40度ですね、はいはい、を中心にして、この気圧が高くなる時に海面水温はどういう変化をするかっていうと、下がってるっていうのが分かったんですけど、青いところが下がってる、青いところが
海面水温の変化がマイナスになってる。マイナスになってる、うん、なので、はい、でそこまでは来てるよっていうことです。上からやって上からやってる、北からやってる、北から海面水温が下がって、サーチが来てる時に、はい、そこまでは冷えてる、海面水温が下がってる、でそれで風になってる、風になってる、だから冷やされてるんだねっていう、うん、はぁ、これは15度ぐらいまで、あの、で、瀬川さんが言ってたのは、その大気よりも、大気のさっきの気温よりも、さらに南まで海は冷やされているっていうのが、ちょっと違う。それは、まあ、風が、北風が吹いているので、そこで、あの、フラックスで冷やされている。熱を奪われてるっていうのが風が吹いてる。だから大気が冷えるよりも海面水温はもう少し南まで冷えてるのかなっていうようなことを、それは推察とか、そういうことじゃないかな、この違いがあるのは、単純になんか冷たい風吹く方が簡単じゃんと思うんですけどね、気温冷たい風がひゅって流れていく方が、うん、風の方が私は先の方まで、あ、風とか気温の方が先の方まで低いのため、ね、冷たい風が吹いてきたところまでは大気は冷えているんだけども、冷たくなくなっても風はまだ吹くから、だからさ、風の届く範囲がもっと南なので、そうすると下の海はその風の影響で冷やされるんじゃないかっていう話でした。なるほど、それ南風でも汗もかしない、南風でも、あ、そうですね、南風が来たとしても、そうですね、ありますね、そういうことは起こります、うん、どっち向きの風もそれも、うん、でこれはだからさっきまでは統計的な解析だったんですけど、例えば、はい、瀬川さんが注目した結構コールドサージ吹いてるねっていう事例が2006年12月18日で、こういう事例で見るとかなり南まで海面、水温とかが冷やされてて、海上風もここまで上がってきてて、12度くらい、僕らが冷えてるねっていう。本当だ。そうなんですよ。これってあれですか、はい、例えばこのなんていうか、だんだんこっちに来たって感じじゃなくないんですか。今ここは正の偏差、ここはなんかやたら、多分日付を追っていくと、うん、あの風が、うん、降りてきてるんじゃないかと思うんですけど。多分このフィリピン海注目してる時がピークの時を取るとこうっていうことなんです。佐々木さんと同じ質問になっちゃうんですけど、はい、その遡ると、うん、遡るとブルーの領域が南下してるって、多分そうだね、はい、そんな風に海のデリットが変わっていくんですね。そうなんですよね、結構みんなね、変わらないんじゃないかっていう話だったんですが、私も、変わってるか知りたいって思ってた時に、うん、割と周りの方の意見はそんな海は数日では下がらないとか影響しないんじゃないっていう感じの方が多かったんで、はいはい、まあ、それは、うん、ね、で、うん、上川さんがこうなサクッと結構だから、すごい私たちはおおすごいね、冷えてるねっていう感じでちょっと盛り上がってたんですけど、いや、やっぱり冷えてるんだって嬉しい、そう嬉しい、そうなんか出てみるとね、当たり前に思えちゃうけど、そう、でも本当にこれ瀬川さんが見てくれるまでは、いやいや、そんなね、海の変動に現れないっていうね、うん、ないんじゃないかなっていうふうな意見が大多数でした、うん、そうですね、はい、そうそう、すごい、そうほらほら意外と冷めやすいんだ ねみたいな、熱しにくく冷めにくいんじゃないのか、その考えをね、ね、やってるもんですから、はい、そうですね、どれぐらいの冷たさまでその下がるのか、深さはね、まだね、見てないんですけども、だからね、どのくらい、そう、そうなんです、結構深いところまで下げるとそれはもう海洋の循環に影響するし、うん、海洋の年齢変動にもかなり何か影響をするっていうので、うん、そう、そこをね、これから調べていく感じです、うん、だそこまで行くとエルニーニョの原動力にもなりうるって感じじゃないですか、
エルニーニョが起こってから気象が変わるよねって話しかストーリーとして僕ら知らないんですけど、そうですね、逆に今みたいな話が本当に海洋の深いところまで変えるんだったら、うん、逆に、うん、大気が海洋を動かしてるって話、面白い話、なりかねない、なりかねない、やつならやりかねない、やりかねない同じ同時の関係を見るんじゃなくて日にちをちょっとずつずらして見ていくとラグマイナス2日って言って2日前のデータとのこう関係を見たら、南シナ海のコールドサージが吹いてるとき、この辺ですね、こっちはもう過ぎちゃってむしろ南風みたいになってますけど、この2日前はこういうパターンで南シナ海でのこれがコールドサージ対応しますねっていう、だから2日ぐらい時間差で南シナ海が強まりフィリピン海が今度強まるっていう、だから同じ、うん、これ南シナ海の状況とフィリピン海の状況が大体2日差で、そうです、2日差で、はい、これその風向が変わったこっち、ね、高圧部、海面高圧部がこうどんどん張り出してくるんですね、このコールドサージが、だからこの辺に高圧部があったら、はい、こういう風のパターンなんですけど、はい、こうどんどん押し出していっちゃうと、はい、こういう風にだからフィリピン海はむしろ北風っていうよりも東風っていうのが強まるサージ、偏差、ちょっと不偏差のエリアは、ね、東に移動してみたいな、ね、はい、移動した後ね、実際に移動して、はい、こういう感じ、だからこういう時もフィリピン海のサージはあるんですけど、うん、もっとあの東に張り出してた後に東風になってる時が、はい、かなり風予測としてはフィリピン海では、なるほど、そうですね、巻き方が北の成分が強い時よりも東の成分が強い時の方がいいですね、うんうん、だからこれはもうさらに16日で16日で20日、フィリピン海、南シナ海、さらに前はこれはだからサージの前ですね、吹き出す前だ、吹き出す前です、なるほど、でこうなって、うん、東の、はい、巻いてくる感じになるねっていう、あ、巻いてきてる、本当だ、巻いてきてる、巻いてちょっと、あ、そうですね、わかりやすいですね、本当だ、なるほどですね、いやこれ、ね、はい、で、フィリピン海の、あ、フィリピンか、フィリピンの陸上を冷やすのかっていうのも、はい、これはフィリピン寒いなってなるか、そうそう寒いのかって、まあフィリピンはでもそうそう夏ほとんどねあの30度前後あるので、はい、25度とか30度ぐらいまであるので、はい、寒いって言ってもまあ半袖で過ごせるようになってるそうですね、でも冷やすのかどうかっていうことを、うん、はい、でね、こう、あ、でどこのデータを使ったかっていうとこういう東岸の地点のデータを使っています、はい、でこれはね、うん、上から気温、海面水温、はい、で今度はフィリピン海の風、だからまず気温を見てみると色の違いや場所の違いで、はい、で先ほど長谷川さんが注目してるって言った18日ですね、12月18日、はいはい、2006年12月18日、
値はどうなっていたかっていうと、これは偏差で取ってるので、うん、前日何日か前かよりかだん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 下がっていってマイナス1度2度ぐらいは各点で冷えてる、うんうんうん、でその平均からマイナス2度ぐらい冷えてるけども、数日前からで見ると、うん、5度ぐらい増えてる、うんね、4度から5度ぐらいが下がっているので、はい、このぐらい増えてたら、まあ、体感としてもちょっと涼しいかなって